54歳の誕生日に発売していただきまして、税込み2000円で税込み2000円、はい、でただこれ何しろ業界誌ですんで一般書店には出回りませんのでもしよろしければエッセイです。エッセイなのですごい気軽に読めるし、多分身内なので皆さん鈴木さんも言われてましたけどこれ俺のことやろって言って今日のネタがちょこ徳永さんのことも名前は書いてないけど出させてもらってるのでちょこちょこ出てますので、もしよろしければ日本畜産振興会に申し込んでいただいてお買い上げいただけると一冊180円ぐらい私のところに入ります。日本畜産振興会はだいたいこの手の雑誌出すときには500部とか800部とか発行するらしいんですけど、今回何を思ったか1000部は作ったらしいの でもし足りなかったらまた増産するっていうのができますんで、もしよろしければもうすごい下世話なっていうか、まあ、地べたの養鶏業界の話いっぱい載ってますんで買ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あそこの卵工房には出せないんで置いてないんです。まだ置いてないし、うちの社員は多分発行したかもしれません。うちの母とか旦那とかには発行するまで言いませんでした、この話。一応構成作業とか書き下ろし作業とかいろいろ出すにあたって3本ぐらい書き下ろしたのであるんですけど、全然うちの旦那とか気がつきもせずで一応出てますので、はい、よろしネタ満載、身内ネタ満載めっちゃ勉強になります。これは誰かなとかいう楽しみも業界の中の方はあるかなと思うのでよろしくお願いします。10冊買うと安くなるんですか？いや安くなる。ありがとう。